アンドイはノルウェーのヌールラン県最北端に位置する自治体、ベステローデン諸島の一部からなる。最大の島はアンで行政の中心地であるアンデネス村も位置している。1964年1月1日にアンデネス、ビョルンスキン、ドベルベルグの各自治体が合併し誕生した。現在、アンデネス村は巨村として栄え、 年柄年中多くの観光客で賑わう。現在の紋章は1983年7月7日に国王の認可を得た。デザインの波形はアンドイが沿岸部に位置していることと、この地における漁業の重要性を象徴している。アンデネス村は、鉄器時代から比較的大きな漁村として栄えてきた。現在では夏にこの地へやってくる。 マッコウクジラを観察するホエールウォッチングの出発地になっている。暗東の東部を見る暗東北部の地図。アンデネス村は同東の北端に位置するホルフィオルド渓谷アンドイはベステローデン諸島最北の暗東の全域とノルウェーで最大かつ最も人口の多い頻東の北部、さらにブライクスイヤ、バマ、ストバインなどの岩礁からなる。島の中央部は湿地帯になっており、 コロムイイチゴが自生している。また、ノルウェー大陸部では、唯一、石炭や恐竜の化石が産出される。品島のフォルフィオルド渓谷自然保護区には、スカンジナビア半島で最も古い、樹齢700年以上の松の木がある。安東北部のブレーク村の沖にある、ブレーク島では、荷室のメドリなどの巣が見られる。安東のリソイハムン村には、ノルウェーの沿岸急行線。 復帰ルーテンが停泊し、アンデネスの安東空港にはビデロー航空が乗り入れている。夏にはアンデネスとセニア島の漁村グリレフィヨルドとの間でフェリーが運行される。車ではソルトランからルート82で北へ向かうと着く。アンデネスの近郊には アンドー空軍基地があり、ノルウェー空軍第333飛行隊の P-3C 会場哨戒機が配備されている。また、アンデネスから数キロ南へ行くと観測ロケットを発射するアンドーロケット発射場がある。ありがとうございます。